メルキセデクメルキーメイサは、ドミニカ共和国、サン・クリストバル州、バホスデハイナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、アトランティックリーグヨークレボリューション所属、メルキーメイサと表記される場合もあるが、メルキーメイサの方が、現地の発音に近い。2003年にアマチュアフリーエージェントとして、ニューヨークヤンキースと契約。2007年までは、 ルーキークラスのガルフコーストリーグヤンキースでプレーした。2008年に A-9、スタテンアイランドヤンキースに昇格した。2009年は A 級チャールストンリバードックスに昇格し、サウスアトランティックリーグのオールスターゲームにも出場し、ホームランダー B にも参加した。2010年には A 級タンパヤンキースに昇格。タンパでは MVP を獲得するなど、若手有望株として、 順調にキャリアを伸ばしていた。オフの10月2日には、ルール5ドラフトでの他チームからの獲得防止のために40人ロースターに登録。2011年は AA 級トレントン・サンダーに昇格した。2012年にはトリプ a a 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースに昇格した。9月10日にセプテンバー・コールアップにより、自身初のメジャー昇格を成し遂げた。 9月22日のオークランドアスレチックス戦における延長14回裏9から9の同点のまま迎えた延長14回裏9番のエリック・チャベスが1塁に出塁し代走にメイサが起用されメジャーデビューを果たした1番のデレクジーターが送り番としメイサは2塁へ好調を維持していた2番のイチローが敬遠され3番のアレックス・ロドリゲスがセンター前へヒットを打ち ヤンキースの劇的なサヨナラ勝ちになると思われた。しかし、メーサが3塁を踏み忘れてオーバーランしてしまい、それに気づいたメーサは慌てて三塁に戻った。アウトにこそならなかったが自身メジャー初得点の機会を失い、さらにはサヨナラのホームインを逸したことになる。その後、ロビンソンカノのピッチャーゴロでメーサは本塁でホースアウトとなり、 苦いメジャーデビュー戦となったが、その後、エドアルド・ヌニエスのボールを、相手一流一がファンブルし、一郎のホームインで、ヤンキースが勝利。戦犯にはならずに済んだ。10月1日に、再び出場機会が回り、アンドリュー・ベイリーから初安打、初打点を記録した。同年の出場は、これと10月3日の合計3回であった。2013年9月1日に解雇された。 2013年12月28日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2014年は、トリプル A 級オマハストームチェイサーズで23試合に、出場し、5本類打10打点1盗塁、打率、284だった。2014年5月26日に、金銭トレードで、PJ ウォルターズと共に、トロントブルージェイズへ移籍した。5月27日に、 AAQ ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに降格したが6月12日に AAQ バッファローバイソンズに昇格した2015年1月にブルージェイズと再契約を結んだ1月12日に AAQ ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに降格した4月30日に AAQ バッファローバイソンズに昇格した5月30日に再び AAQ フィッシャー・キャッツに降格した。11月7日に FA となったが、ブルージェイズと再契約を結んだ。2016年11月7日に FA となった。2017年7月7日にメキシカンリーグのサルティオ・サラペ・メーカーズと契約を結んだ。7月11日に放出された。2018年2月16日にアトランティックリーグのヨーク・レボリューションと契約を結んだ。 2019年も引き続きレボリューションと契約を結んだ。ありがとうございます。